オリックス、山本が暫定の投手五冠に立った。最多勝、最優秀防御率、最多奪三振、最高勝率、最多完封のシーズン五冠を達成した投手は、1リーグ時代の1937年春の沢村八重治、巨人、38年池野スタレヒン、巨人、43年の藤本弥生、巨人、54年瀬、イーブの杉下も、中日、59年馬、イーブの杉浦忠治、南海、81年瀬の矢川拓、巨人、06年馬の斉藤和美、ソフトバンク、の7人。打者の三冠王に匹敵する偉業で、山本が達成すれば、15年ぶり史上8人目となる。14日にロッテ戦で負け投手となったオリックス、宮城、12勝4敗、は勝率8割から7割5分にダウンし、10勝ち以上の投手では山本が7割7分3厘で勝率1位に。なお、最高勝率のタイトル獲得条件は13勝以上。現在、14連勝中と無双状態の山本は勝利数17、2位と5勝差、防御率 1.46、同 1.09 差、奪三振193、同53差、完封勝算、同1差、勝率でトップに立っている。次回、16日の日本ハム戦、札幌 D、で今季25試合目の先発予定。沢村賞の選考基準となる15勝、150奪三振、10完投、防御率 2.50、200投球回、25試合登板、勝率6割の7項目も、10完投、現在5200投球回、現在178回3分の2、以外は軽々とクリアすることになる。沢村賞は1947年創設で88年まではセ・リーグの選手が対象だった。そのため、投手五冠&沢村賞は54年の杉下と06年の斉藤だけ。81年は江川に成績では劣っていた西本隆が沢村賞に選出された。